ここどこですか？え？ここはどこですか？ここは大きい声出しちゃいけないとこだよ。さっき怒られたんだ。翼をもがれた天使だよ俺は。だから打天使って呼んでくれてよかった。今日の企画をちょっと発表します。はい、前回、うん、YouTube の企画に挑戦したじゃないですか。はい、僕勝っちゃったんですよ、マックスに。え、俺負けたっけ？はい、何でヤクルトとビーターで結構差をつけて、はい、負けました、はい、負けました、はい、あれは負けた、あれはでも本当に負けた。大したことないんじゃないかなっていうのをちょっと思ってて勝負事っていうのは勝てば完全だから、ここに関しては俺は何も言えない。で、まあ、今日その続きで、うん、マックスと私、ミニゴリケン、ケンスケが、うん、3本勝負をしようじゃないか。で、まあ、僕も、まあくまで勝ってる意味なんで、うん、マックスさん有利なものをご用意しました。ずいぶん舐められたもんですな。ポットロックを用意しました。まあ、あれだと勝てるってことで。で、まあ、と言ってもです、ポットロックで勝てるわけないんですよ。この全てが腹立つことだよ。この言ってくる感じとか、このこういう設定とかで、ホットドッグで僕がそんな同じ数で対決なんて言ってもそれは失礼じゃないですか。ああ、これ判断くださいよ。いや全然いい、まあ、挑戦する意味でなんか変ですけどいい、判断判断。え、どういうルールなんですか？ルールとしてはダンク以外何やっても OK です。ダンク以外で OK？ はい、OK です。あ、何でもいいってことね。はい、あ、OKOK、終わった。はい、ハンデに関してなんですけど、うん、計8本ホットドッグ用意してありまして、うん、マックスさん的に一番プライドの傷つかず戦いが均等になる。お前これからなんで。いやね、あのね、煽り方がもうね、もうプロなんだよね。本数何かなって気になってて。ね、6人いいんじゃない。で、そのうち1個大きいのありますよ。それどうしますか？俺だな。大きいの含む6本マックスさんで、ちょっとまあ普通のサイズ2つをミニゴリで、うん、ちなみに3本勝負って言ったじゃないですか、うん、その次がヤクルトを用意したんですよ。こするね。いや、やっぱその、マックさん的にもリベンジしたいんじゃないかな。今回は15本で。うん、15本ね。15本、はい、ここに関してはもうガチなのね。もう完全怠慢の同じルールだね。同じルールです。あー、はいはい。それで？で、最後、うん、ペヤングのギガマックスを4つ用意いたしました。ギガマックスを4個、はい、うんうん、はい。で、こちらをマックスさん2個、うん、さすがに僕は2個なんで食べれない。吉高さんも、うん、ちょっと、うん、で、僕と吉高さんで1個ずつ食べます、うん、それでこっちが早いか来そうじゃないか。それ多分さ、多分だけどそこ多分ほんとぶち切っちゃうよ俺。真剣勝負なんで忖度抜きで。で、まあちゃんと罰ゲームも用意してあるんで、とりあえず1個目ホットロックいきましょうか。まあ、じゃあ今回は俺対サムライクルーのガチバトルとね。はい、わかりました、了解でございます。じゃあいつもの。え、いつもの。どうも皆さんこんにちは、フードファイト界の五条悟です。君の瞳に領域展開。5秒カウントダウン行かしてもらいます。いきます。5、4、3、2、1、スタート。
しょう。ありがとうございました。動画的には面白い展開になったってことですね。はい、しゃーじゃあ、いいですか、準備は。いきますよ。はい。滝のとこいただきます。いただきます。いただきます。5秒前からいきます。5、4、3、2、1、スタート。
苦しい。はい、ごめんなさい。カン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 。はい、というわけで3本目の勝者は私マック鈴木でございました。ということで、でも結構いい勝負ですねこれ。本当に？うん、本当だ。うん、意外とね、あと2口ぐらいなんですよ。でも多分2人ともですね、キャパ的にもう無理なんじゃないの。初めて苦しい、うん、入んないんだなっていう体感しました。苦しいんだ。苦しいです。それね、ヤクルト飲んでるもんね。これさ、2人とも超頑張ったじゃん。なのにさ、これで罰ゲームどろかしいと思うんだよ。で、俺逆にこの中で頑張ってないのに一人だけいると思うんだ。しかもその人侍タイプ一番偉いんだよ。誰だ。というわけで、ここからの罰ゲームはオバーエマンに入れてもらいます。このごく激辛のカレー味を1分以内に食べる、はい、でもし1分以内に食べれなかったら食べきれるまでやると。ちなみに普通のペヤング自体1分以内に食べきれないんですよ。そこからでしょ。はい、あのぐちゃぐちゃうるさいですけども行ってみたいと思います。はい、いやマジでマジでこれ別にそんな大したことないんだよ。ほんとにきれいでしょ。割と体調崩した次にやっぱりこれは一回ミスったらマジで地獄で地獄すぎる。よ、俺ね、あの辛いと思ってないの。いつものペヤングだなって思ってる。そもそもがね、すごいインドの匂いしますそうだよ。ここから生捨てに行こう。混ぜないでいっちゃうっていうのもありなんですかね。絶対事故ると思うんだよ。ないんじゃない。うん、何口目に来るかわからん。え、そういう感じなの。俺、前の動きからよりきつかった。いいよ。タイム、タイマー見せてくれる。あ、自分でもそっち意識高えな、意識高えな。いや、これ最初が勝負だよ。これで引くると地獄になるよ。では、最後いいよ、罰ゲーム券に行きたいと思います。言っても言うとね、引かれたなかった。いいかなりいいペースだと思うんですけど、いかがでしょうか。もう中身はね、半分まで3分の1はないですね。半分近くもないですね。20秒経過、残り20秒切っております。さあ、お早くもペヤングの量は後半に差し掛かってくるところで、残りが半分の30秒と、かなりいいペースですね。ここまで水を一滴もらわないんです、大川選手。さあ、ここまでゴールまで走り抜けることができるのか。残り20秒でございます。麺の量は残り50分くらいです。15秒、14、13、残り10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。おいおクリアですね、完全にクリアです。これは一つだけ言っていいですか。辛いとかじゃなくて、めっちゃ熱い。そこ忘れてた。ディレクター、はい、これはじゃあもうこのままエンディングですか。エンディングですね。お、いや、なんか女の子のおっさんとかがピーピー言うほど辛くはなかったなと。なんか1分ぐらいとか食べれるのかなと思って。この動画を見てるのっちさん、もしよかったらなんか一言お願いします。ということで、次回はスペシャル企画になっているのでお楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。